GLX&ALUXVS Direct Rendering コンイズと a l x の組み合わせによるデスクトップの回転中の画面 a l x は XORG ファンデーション及びフェドラのコミュニティによって開始されたオープンソースのプロジェクトである 3D デスクトップ環境を実現する技術として知られているがこれはもともとシリコングラフィックスが90年代に開発した X サーバの GLX 拡張を最近のビデオカードが持つグラフィックアクセラレーションやドライにより高速化するものである。両者ともに 3D デスクトップ環境を実現することを念頭に開発されたという経緯があるため、同様の技術として見られることが多いが、実際には全く異なる設計に基づいている。XGL はズニストのように他の X サーバの上で動き、 オパングルの API を通じて可能な限り高速に 2D 描画及び GLX の処理を行うよう設計されている新しい X サーバーであるが a l x はあくまで X サーバーの拡張モジュールであり従来からある GLX を高速化し 3D デスクトップ環境の実現のためにいくつかの機能要件を満たすよう拡張したものに過ぎない従って 技術として競合するものではなく、事実として、プロジェクト間で、コードの交換をしたり、互換性を保つような協調作業が行われてきた。その結果、XGL の最初のウィンドウマネージャーであるコイズも、a l x 上で動作するようになった。X11R7.1 で、サポートされている。GLX とは、オパングル、エクステンションツーザ、X ウィンドウシステムの略語で、 x ウィンドウシステム上でオパングルを実行する技術である。NVIDIA や ATI などのプロプライエタリなドライバは、もともと独自に GLX を高速に描画するためのバックエンドを持っており、すでに X サーバーとともにインストールされている GLX 拡張モジュールを置き換える形で機能するようになっている。一方、a l x は XFree86 ではメザにより、 実装されていた GLX をよりメサの持つグラフィックアクセラレーション機構を活用できるように改良したものである。コンイズなどのウィンドウマネージャーは視覚効果を実現するのにテクスチュアーフロムピックスマップと呼ばれるオパングル拡張に依存している。当初この拡張はメサでしか実装されておらず、プロプライエタリなドライバーとともに 3D デスクトップ環境を利用するには ベンダーの対応を待つ必要があった。NVIDIA は2006年9月にリリースした9000シリーズ以降のドライバでこの拡張に対応している。また、以上のような理由から ALUX をサポートしない古い X サーバ上でも利用するアプリケーションの要求を満たすベンダー製のドライバを使うことで ALUX とほぼ同等の環境を実現することができる。ありがとうございます。